こんんにちは <laughs> 徳さんです先日ある小学校に講演会に行ったんですね。まあ、講演会って言ってもね徳さんの場合は対話式でね、えー、ディスカッションをしながら話を進めていくんだけどテーマは生きること諦めないことっていうことです。そのこの間は小学校のね3年生だったんじゃが。 うーんまあねやっぱいろんな質問が出る車椅子で何が困りますかとか、えー、障害があって何が困りますかね、まあ、いろんないろんな答えするよでもそのいろんな答えの中で僕は全部生きることとかね諦めないことっていうふうに全部つなげるんだけど一つの例がね私のもうあの大好きな先輩でもう亡くなったんだけど その人がいつも言ってた工夫をするんだっていうのね諦めずに工夫をすること工夫をすればするほど10回でも20回でも100回でもすれば少しずつ少しずついろんなことができるようになるねだから諦めずにずっとやり続けることって大切なんだよね だから俺は小学生にそういう話をする諦めるなと算数ができなければできねえって諦めるんじゃなくてできるまでやってみようねいろんな例えば太育の授業でもそうできないことがあるならばそれに徐々に近づけるようにやってみよう諦めないっていうことが それが生きるっていうことの本質だと僕は思うよね。じゃけえ、いつもその生きること、を諦めないことを言うのを話すんじゃ。まあ大人もそうよの。どうせダメよ俺なんかって。思ってしもうたら終わりじゃけえの。思ってしまう前に、何かをやってみる。で、工夫をしてみる。諦める前に、 諦めるのをもったいないと思って何回も失敗してもええけやってみる。人間はの失敗戦には覚えんのんで成功するやつは覚えない。ね、失敗しとるやつね、失敗をたくさんしとるやつが一番いろんなことを覚えとる。ね、そういうもんだと俺は思う。だから徳さんもすーげえ失敗しとるよ。 失敗しない人生なんて面白くない、ね。失敗するいうことはチャレンジしとるいうことじゃけの、うんみんなもチャレンジしてみようや。失敗しようや。恐れずにな。うん、頑張ろう。おいじゃねえ。